岡部元信を討って高天神城を落とした信長と家康は、武田家の本拠がある甲斐へと兵を進める。一方、武田家中では元信を救えなかった勝頼への不信感が強まり、結束が崩れつつあった。勝頼は窮地に立たされながらも、武田の家名を守るため新婦城にこもり、信長らを迎え撃つ姿勢を見せる。報酬征伐。兄上の狙い通り、武田家中には動揺が広がっているようです。中心として名高き岡部を見捨てたのだ。武田に先がないことを誰もが思い知っただろう。少し揺さぶればこちらに寝返る将も少なくあるまい。追い詰められた勝頼がどう出るか。何にせよこの戦で武田は終わりよ。はっ、ついに決着の時ですね。乱世の断り、壊し尽くそうぞ。兄上のためならば。先の戦で武田の将は…受けたまわった。勝頼に失望したはず。敵の寝返りを誘いつつ勝頼を追い詰めるぞ。まずは眼前の敵兵を圧倒し戦意を削ぐのだ。こたびは私も前線に立って戦う。カズマス、本陣の守りは頼んだぞ。はあ、お任せを。十分だ。これで我らに寝返る者も出てくるだろう。もはや武田に味方したとて先はない。我らが神父城へ洗い出そう。開門。まずは基礎が寝返った。逃がさん。城への道は開けた。一息に陥落せしめよ。小口を抜かれただと。騎馬隊を出せ。敵の進軍を止めるのだ。武田自慢の騎馬隊か。来るなら来やがれ。俺らがまるっと潰してやるぜ。周りの砦を落とし城を孤立させよ。何人たりとも城には入らせるものか。勝頼様、この城を捨てお逃げください。武田の名脈を保つため。何とぞ。分かった。私は信繁の元へ向かう。皆の武運を祈る。勝頼が逃げたぞ。別動隊、急ぎ勝頼を追うのだ。どうした。討ち死に。討ち死に。逃がさん。死守せい。
せるがいい。情けはかけぬ。敵将討ち取ったり。かなう相手ではなかったか。おお、やりましたね。耐えきれ、聞かせてもらう。山田の兄弟が敗れたか。私が出るほかあるまい。開門。我が父信玄より継ぎし、勝負の魂にかけ貴様らを討つ。かかってこい。味方ヶ原では散々な目に遭わされたが、今となってはもう俺たちの敵じゃねえな。何人も止められぬと知る。敵将討ち取ったり。よし、これで城攻めに注力できよう。激しく攻め立てよ。討ち死に。城を落とせよ。攻め手をさらに厳しくせよ。開門。どうした。すでに俺はこの城を死に場所に定めておる。さて、どれだけ道連れにできようか。討ち死に。早くも敵に見つかったか。だが何としても信繁のもとへたどり着かねば。失せるがいい。勝頼を逃がしてはならぬ。この一戦で武田を根絶やしにするのだ。敗北条件変更。敗走。どうした。武田は決して滅びぬ。勝頼様、あとは頼みましたぞ。討ち死に。生きた。神父城は落ちた。あとは勝頼さえ撃てば武田は終わる。みんな、やるぞ。敵の追撃を打ち払い、勝頼様をお守りするのだ。開門。我らの進軍を邪魔する者に容赦はいらん。撫で斬りにせよ。勝頼様のため、少しでも時を稼がねば。鉄道隊は織田勢の本陣を襲え。何、敵襲だと。武田勢にまだそれほどの余力があろうとは。味方本陣を落とされては戦にならん。早々に敵を始末しろ。どうして逃げ出した勝頼に何ができる。受けたまわった。潮時だ。信長殿に降伏を申し入れよう。ここは私が。穴山も寝返ってきたか。奴は何かに使えそうだ。一門の穴山殿まで猛打に下ったのか。勝頼様を救うことなど。敗走。
ここまで来ればもうすぐだ。信繁の元にさえたどり着けば。信繁、ここを開けてくれ。勝頼様、私も敵側に下ると決めました。武田の命運はもはや尽きたのです。信繁、お前まで私を見捨てるのか。勝頼様も武田も俺たちが守り抜く。命に代えても勝頼様の活路を開くぞ。任せておけ。ここは私が。小野が決断に命を賭している。負けるわけにはいかぬ。己の役目を全うせねば。本陣はわしが死守する。押し尽くさいの。道は開く。失せるがいい。急ぎ山中を進み、勝頼を撃て。情けはかけぬ。打ち死に。打ち死に。逃がさん。山中に目障りな砦があるようだ。敵が潜んでいるやもしれん。用心しておけ。どうした。敵将討ち取ったり。討ち死に。今だ、撃って出るぞ。撃てるがいい。これが適正を退ける最後の機会と心得よ。開門。情けはかけぬ。やはり伏兵がいたか。ひるまず迎え撃て。打ち死に。ここで果てるわけには。どうした。敵将撃ち取ったり。打ち死に。開門。あとは勝頼を撃つのみ。進め。わし引く。いや、無理かな。打ち死に。ここは私が。己の役目を果たせなかったか。開門。逃がさん。道は開けた。必ず逃げ延びてやる。失せるがいい。我は無双。すべてを壊し尽くす魔王よ。ここまで流られたのか。もうよかろう。私は父上が築いた武田の威信を再び。信玄と同じことなど誰にもできぬ。諦めよ。父上、やはり私では武田を守り抜けませんでした。討ち死に。止まらぬ。武田との長い戦いがようやく終わったのですね。武田家は古き乱世の象徴。もっと早く滅ぼすべきだったかもしれんな。武田家が滅んだことで、甲斐はもとより
信濃、駿河、神津家にまで織田家の支配が及ぶことになりましょう。いよいよ兄上の天下も目前、私も身の引き締まる思いがいたします。次は毛利を潰さねばならん。俺は京へ戻るゆえ、後の始末は任せたぞ。はは。武田を滅ぼし、古き乱世の象徴をまた一つ壊すことができたが、まだ終わらぬ。毛利ですか。毛利は確かに未だ強大な敵ではあるが、奴らを滅ぼしたとて乱世は終わるまい。ではいつ終わりますか。今この乱世を、乱世たらしめている最大の存在を壊さねばならぬであろうな。その存在とは。この俺よ。今や織田信長こそ乱世そのもの。信長を壊してこそ乱世を壊し尽くすことになる。そしてその最後の大仕事を託せるのはただ一人。信長様のおっしゃっていること、この弥助にはよくわかりませぬ。で、あるか。よい、いずれ弥助にもわかろう。